こんにちは。タブーされてる性の知識を大人に広める協会理事長の夏山です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。僕の簡単なプロフィールはこのようになっております。今回は前半に男がやり捨てされる時代になっているという話をして、後半に女性からリピートされる男性になる方法について解説します。で、今回いただいたご質問がこちらになります。セックスをすれば男性が立場が上になるというような動画が出されていました。しかし僕の場合、会うまでの DM のやり取りでは向こうが求めてくれているのに、会ってセックスした後はやり取りが淡白にされたり、僕がまた会いたいと思っていてももう会ってくれないということばかりです。僕がこの方はいいと思う場合もありますが、また会いたいと思う人に限ってそうされるのはなぜでしょうか。僕はリピーターになってもらうためにセックスもいろいろ勉強し実践も積んでいますとのことなのですが、ご質問いただきありがとうございます。匿名の質問箱は概要欄に貼っておりますので、どんどんご質問いただければなと思います。はい、ということで、まず答えていきたいんですけど、ご質問をまとめると、会うまでは相手も乗り気なのに、会ってセックスをすると、次はまた会えないっていう状況になっている。それから、自分がまた会いたいと思う女性に限ってそうされるのはなぜかということなんですけど、まずそのセックスをすれば男性が立場が上になるっていう、これどの動画かというと、挿入すると女は男を好きになるっていう動画で話した内容なんですね。で、この内容はその、一般的な女性ですねは、その性行為をするっていう時点で、ある程度はその男性のことを好きなんですね。で、その上で性行為をするので、その認知的不協和によってよりその好きが加速される、そういう感じのイメージです。ちょっと詳しくはそちらの動画を見ていただきたいんですけど、で、今回はその、おそらくなんですけど、ネットですね、マッチングアプリとか、ツイッターとか、そういうので知り合った女性で、その日にそのまま性行為をしているっていうパターンが、ちょっと多いんじゃないかなと思います。なので、相手の女性が、どういうことを求めているのかは、ちょっとこの文章だけではわからないんですけど、おそらくその体の関係があって、遊んでくれるような男性を探しているんじゃないかなというふうに思うんですね。で、それだけでは、もちろんないと思うんですけど、それで、なんかいい人だなって思ったらその後の発展も考えてるっていうのも、もちろんあるとは思うんですけど、でもそのこうやってその、ネットでなんかすぐ会って性行為に至るっていう女性って、ちょっとその普通の、一般的な女性よりかは、ちょっとセックスに対して、ラフと言いますか、スポーツ的な感覚で捉えている女性だと思いますので、そういう体の関係があって、楽しい時間を過ごさせてくれる男性を探しているんじゃないかなと思うんですね。なので、ちょっとその挿入すると女は男を好きになるっていう動画で話した内容とはずれてくることなんですね。はい。で、会うまでは、相手も乗り気なのに、会ってセックスをすると次また会えないとのことなんですけど、これは理由はもう単純で、ちょっと厳しい言い方をすると、その会った時にその女性がまた会いたいなって思えるような楽しい時間を過ごせていないこと、これが理由だと思うんですね。で、女性は、男性も同じだとは思うんですけど、価値があるなって思ったものにはお金も時間もいくらでも投資しますが、価値がないなっていうふうに感じたら、やっぱりもう1円もお金を使いたくないし、もう1秒も時間を使いたくないっていうふうに思うんですね。で、特にその今ネット社会なんで、都会に限りかもしれないんですけど、その、マッチングアプリとか、そういうのを使えばもう魅力的な女性であればあるほど、その男性と会うっていうのなんてもう本当に簡単にできてしまう時代ですので、そうやって、ちょっとそこまでまた会いたいなって思えるほどの時間をその時に過ごせていなかったら、いくらでも他に選択肢があるわけですから、やっぱりそっちに行くなっていうのは至極当然の流れなんじゃないかなと思います。で、それからもっと言うと、今の時代はそのネットで一般の男性に会うっていう選択肢以外にも、僕みたいなその女性用風俗で働いている人に会うっていう、そういう選択肢もあるんですね。というのも、そのネットで普段から一般の男性と会っているっていう、そういう20代30代の女性が女性用風俗に来る場合があるんですね。
で、まあ、その時になんでその無料で会えるのにわざわざ女性風俗来るのっていうことを聞くんですけど、まあ、その時によく聞く意見として、ネットにいい人はいることはいるけど出会うまでにめちゃくちゃ時間がかかるからっていうふうに言ってるんですね。でどういうことかというと、まあ、要はそのネットで出会うってなったら、まあまずその魅力的な女性であればあるほどもう本当にたくさんの男性から連絡が来るそうなんですね。まあ、なので、まあ、その中からまず自分の、まあ、理想というか好みの人を見つけ出すっていう作業も結構時間かかるし、でそこからさらにその、まあ、何人か見つけた中で、まあ、やり取りをしていく必要があって、で、まあ、それで、まあ、いいなって思った人に会うっていう感じだと思うんですけど、その、まあ、会うってなってもその人が本当にいい人かどうかっていうのはやっぱ分かんなくて、でそこでダメだなって思ったらまた一からそのたくさんの男性の中から、まあ、選ぶっていうか、まあ、見つけるっていう作業をしないといけなくて、で、まあ、やり取りして、まあ、それでまた会って、で、まあ、いい感じだなと思って、まあ、仮に体を重ね合わせたとしても、そこで自分が求めているようなことをできるかって言ったらまたそれは別の話 でそれで、まあ、よかったら、まあ、それで OK ですけど、それダメだったらまたさらに一から戻って、で同じく繰り返さないといけないので、自分の理想の男性を見つけるってめちゃくちゃ時間がかかることなんですね。まあ、なのでその点その女性用風俗っていうのは、まあ、ある程度の顔であったり、まあ、それから技術、あとその店舗に所属していたらやっぱり安心感っていうものがあるので、お金はかかるけどそっちの方がいいっていう風になるんですね。その風俗ってその相手の時間を買うっていうイメージがまだまだ強いんですけど、自分の時間を作るために、まあ、自分の時間を買うみたいな、まあ、そういう発想の女性も少なくないんですね。まあ、つまり女性も男性を選択できる時代になっているっていうことなんですね。まあ、普通にまあネットとか出会って、まあ、会うっていう方法と、そのお金を使って会うという、まあ、この2種類の方法があって、なので当然また会いたいなっていうふうに思われなかったら、まあ、それはその一般の男性であろうが、まあ、僕みたいにまあプロでやっている人であろうが、まあ、そこは関係なく女性に選ばれない、まあ、ある意味捨てられるっていう状況になるんですね。はい、で、そこで、まあ、本題になるんですけど、まあ、そんな女性からリピートをしてもらう方法についてですね。で、女性からリピートをもらう方法は、まあ、セックスを上達させる、それからマイナスを排除する、それから一緒に盛り上がる、この3つが、すごく大切になってきます。で、このご質問者様はその女性とネットで知り合って、まあ、それから会うという、まあ、そういうそのハードルですねをクリアしているので、その、まあ、自分の、まあ、ネット上の見せ方であったりとか、その会話のスキルですね、その DM とかでやり取りをしているとのことなので、その、まあ、コミュニケーションスキルっていうのはかなり高いんじゃないかなと思います。それからセックスまで至っているっていうことになりますので、女性からこの人は身を預けても大丈夫かもって思われるような、まあ、その一番大事なラインを超えれているっていうことですので、まあ、これはすごいことだと思います。ただ、まあ、それなのにまた会ってくれないっていうのは、なんかやっぱりそのセックスの技術的な問題もあるんじゃないかなというふうに思いました。で、特に、まあ、体の関係を求めている女性って、そのセックスが、まあ、うまいことが、まあ、最低条件、まあ、その上で人を見ていると思うんですね。で、実は結構この意見女性から聞くことがあって、もしなんかその体の関係、まあ、セフレみたいな関係ですね、でそういう人はセックスがうまくないと、まあまあ、価値がないと言いますか、まあ、そのセフレである意味がないっていう、まあ、そういう意見を結構聞くんですね。なのでその1回の性行為で結果を出すっていうその能力が必要になってきますので、まあ、要はこれってその相手に合わせる能力、まあ、順能力ですね、これがめちゃくちゃ大切になってきます。相手をよく観察して、まあ、話を聞いて、そのセックス前の会話ですね、セックス前の会話でちゃんとコミュニケーションをとって、でそれからセックス中も、まあ、どういうのが相手は好きなんかなっていうのを、まあ、常に探って、まあ、進めていくっていうことですね。まあ、この、まあ、圧倒的な順応力、まあ、適応能力ですね、これがもうすごく大切になってきます。でご質問者様は普段からセックスも学んで実践しているっていうことなんですけど、まあ、ちょっとどのくらい本気でやっているのかなっていうのが、まあ、気になったところなんですね。
まあ、というのもその今の時代ってその比較対象が、まあ、僕みたいな、まあ、プロの一線でやっている、まあ、そういう男性になることがやっぱあるんで、そのレベルぐらいまでしないともしかしたらリピートしてくれないっていう可能性があるんですね。参考までに僕が、まあ、新人から中堅ぐらいまでですね、このぐらいの時にどれだけ性行為について、まあ、勉強していたかなんですけど、金額的な話をすると200万円ぐらいは使ってるんですね。セックスの、まあ、技術向上であったりとか、まあ、講習とかですね、まあ、あとその女性とのコミュニケーションですね、まあ、どう取ったらいいのかとか、そういうのにそのくらいの金額はかけていて、その上でフルで稼働していましたので、まあ、月にだいたい40から50名くらいの女性に会ってました。でその中であのリピーター様がいたので、まあ、月だいたいその接客回数的には80回ぐらいしてたんですね。でまあ、一応はその休みも5日ぐらい取ってたので、だいたい1日に、まあ、3名から4名ぐらいですね、そのぐらいの方とお会いするっていうのが、まあ、結構その数年ぐらいやってたんですけど、そうやって知識を得るために、まあ、お金を投資して、そこで得たものをお客様に試してみて、お客様からフィードバックして自分でまあどうしたらいいのかなっていうのをまた考えて、まあ、それで知識を得て、でまたあのお客様に試してっていう、まあこのサイクルですね、もうこれをずっと繰り返してました。もちろんそのセックスが上達するのってその一回一回のセックスをどれだけ集中してできたか、まあ、要はその質が大切なので、その知識をたくさん得たからとか、まあ、たくさん女性と長い時間過ごしたから、まあ、セックスが上達するっていうわけではないんですけど、でもその女性用風俗業界って実はめちゃくちゃシビアな業界なんですね。ネット社会ですので、まあ、例えばセックスが下手とか、コミュニケーションがあんまり上手じゃないとか、まあ、顔がかっこよくないとか、なんかそういうことがそのお客様界隈といいますか分かってしまうと、まあ、やっぱすぐその噂が流れて、その予約が入らなくなって、本当死活問題になってしまうんですね。でまあそれだけじゃなくて、まあ、やっぱりそのお店に所属している人って、そのお店に所属している他の人と比べられるっていうこともありますので、その例えばそのリピート率があんまり良くないよっていうとか、まあ、そういう場合とかだったら、やっぱりそのお店からいろいろと、まあ、お叱りっていうか指導を受けるっていうことも少なくないんですね。なのでその女性用風俗でプライドを持って働いている方に限りですけど、そういう人たちはまあ、本当日々勉強するっていうことを怠らないし、お金も時間もしっかりかけて学んでるんですね。で、ちなみに、まあ、その時の、まあ、経験とか得た知識を凝縮させたものが8割セックスになりますので、よかったらそちらもご参照ください。概要欄に貼っておきます。で、まあ、お金をかけないまでも皆さんのもうめちゃくちゃ貴重な時間を使っているわけですから、そのお金を払ったというつもりでやるっていうのってすごく大切だと思うんですね。でこれ、まあ、僕も、まあ、できてない時はあるんですけど、なんかやっぱ無料のものってなると集中せずにまあ、見たり聞いたりしてしまったりする。でも、まあ、その見てる時間っていうのは、まあ、やっぱりその時間が過ぎていくわけですから。でまあ、よくその時間はお金よりも大切みたいな話とかも出てくると思うんで、なのでそのお金を払っているつもりで学ぶっていうことって、なんか僕すごい大切にしてる考えなんですね。でもちろんまあ、こうしてもう今現在皆さんのもうめちゃくちゃ大切な貴重なお時間をこうやって僕にいただけてるっていうことですので、僕もやっぱりそれに応えたいなっていうのを本当日頃から重々思っていまして、まあ、なので皆さんの少しでもお役に立てるような、まあ、そういう情報を本気で発信していこうって思ってるんですね。まあ、なので皆さんもその動画がいいなっていうふうに思ったら、まあ、高評価とかまあ、チャンネル登録とか、まあ、コメントとかそういう形で表してくださったら、まあ、本当に嬉しいなっていうふうに思います。はい。で、まあ、ちょっと話がだいぶそれてしまったんですけど、まあ、要は体の関係を求める女性の、まあ、比較対象が、まあ、プロで、まあ、本気でやっている人たちになるっていう場合があるので、まあ、もしそのリピートしてほしいなって思ったら、その一回一回の性行為ですね、これをもうめちゃくちゃ集中して死ぬ気で取り組んで、まあ、それでセックスを上達させるっていうこと、まあ、これをぜひやってみていただきたいんですね。
て、一応補足なんですけど、その大多数の女性は自分だけを見てくれる、そういう男性を求めていますので、ここまでその真剣に学ぶっていう必要はありません。相手のことを思った愛あるセックスですね、これができれば十分です。次、女性からリピートをもらう方法の2つ目ですね、それがマイナスを排除するというものです。でこれは8割セックスにも記載している内容なんですけど、相手からよく見られようとしてそのプラスですることを考えがちなんですけど、実はマイナスを排除するっていうこと、こっちの方がもっと大切なんですね。もう僕はこのマイナスの排除をするっていうこと、これがその狙った女性を落とす上で最低限必要な行為なんじゃないかなっていうふうに思っています。で、例えばなんですけど、どういうことかというと、服装とかですね、僕は、お仕事の時はもう本当にもう無地のシンプルな服装にするっていうことを心がけていて、でなんでそれをするかっていうと、その無地のシンプルな服装っていうのはもう嫌だなって思う女性ってほとんどいないからなんですね。でも逆に、個性を出しすぎちゃうっていうパターンですね。でちょっと奇抜な服装をしてしまうとか、それがその相手の女性にハマればもちろんそれはそれでめちゃくちゃいいことなんですけど、その事前に相手の女性がどういう服装が好きかとか、そういうのってあんまりわからないことの方が多いと思うんですね。なのでそのマイナスを排除するっていう意味で、服装はシンプルなもの、それを選択するとかで、他にも例としまして、セックスの例で言うと、そのマイナスの排除っていうのはセックス中に痛くしないとか、あと室温を適温に調整しておくとか、あと口臭ケアをしておくとか、爪を切っておくとか、そういうことですね。こういうその女性にとってマイナスになりうるものを事前にちゃんと排除しておかないと、どれがその女性にとっての、一発レッドカードみたいな、一発アウトみたいなものになるのかっていうのはやっぱり分からないんで、なのでその相手にとってマイナスになりうるものを、事前で自分で考えて、それを排除しておくっていうこと、もうこの作業ってめちゃくちゃ大切になってきます。で最後3つ目ですが、一緒に盛り上がるということ、これもめちゃくちゃ大切になってきます。で、ちょっと女性用風俗を例に出したいと思うんですけど、そこそこ売れている人は自分の思う最高の時間をお客様に提供するんですね。なので要はそのイメージで言うと、その高級ホテルみたいなその最高級のおもてなしをする、こういうイメージですね。でもめちゃくちゃ売れている人は相手と一緒に盛り上がるっていうこと、これを重視します。女性は特に共感能力っていうのが高いので、その男性とこの一緒に盛り上がって、その時間を一緒に共有して過ごしたいっていうふうに思ってるんですね。なのでその前者のその自分が思う最高の時間をお客様に提供するっていうタイプの方も、もちろん悪くはないんですけど、ちょっとある意味その置いてきぼりにしてしまう、そういう感じになってて、でもそうやって一緒に盛り上がるっていうこと、それを大切にしている人っていうのは、もう会話をするにしてもこのセックスをするにしても一緒にその空間を盛り上げていくっていう風になるので、男性自身もめちゃくちゃ楽しい時間になるし、それに共感して女性もさらに楽しい時間っていう風になるので、こっちの方が満足度的には高くなるんですね。はい、なので、相手もしくは自分を置き去りにしたような時間の過ごし方をしていなかったかどうか、この確認っていうのもすごく大切になってきます。自分が思う最高の時間を相手に提供するっていう考えじゃなくて、一緒に盛り上がるっていうこの考えですね、すごく大切です。はい、で最後になるんですけど、ご質問にあるこのまた会いたいと思う人に限ってリピートしてくれていないっていうこと、これについて話そうかと思うんですけど、そのご質問者様がまた会いたいなっていうふうに思う女性なんで、魅力的な女性だと思うんですね。なのでその魅力的な女性だったら、当然その要求する男性のレベルっていうのも上がりますし、
で、あとその魅力的な女性だったら、あのちょっとそのなんていうんですかね、男性側が変に力が入ってしまって、そのいつもの自分が出せないっていう状況、まあ、なんかこういう感じになっている可能性もあるかと思うんですね。で、これなんか僕がすごいそうだったんですけど、その昔は結構その、まあ、可愛いなとか素敵だなって思う女性がいた時に、まあ、その女性と話す時ですね、まあ、その時になんかちゃんとこう目を見て喋るとか、なんかそういうのができなくて、なんか変なところを見てっていうか、まあ、ちょっと目合わせれないけどこう挙動った感じですね、まあ、言っちゃってる目をしてる感じですね、まあ、そういう感じの、まあ、会話をしてしまってたっていう、まあ、そういうことがあったんですけど、なんかそういう感じでなんかどこかしらにその緊張とか、まあ、圧倒されることで、まあ、ちょっと力が入ってしまって、まあ、変な感じになるっていうことですね。なんかこれがあるんじゃないかなとちょっと思いました。まあ、魅力的な女性だとなんかビビってしまう瞬間、まあ、そういうのが、まあ、男性ってあると思うんですけど、僕なりに、まあ、これを克服した方法っていうのがあって、まあ、それをまあ最後ちょっとお伝えしようかなと思うんですけど、どんな魅力的な女性であろうと屁を克服、まあ、このことを考えることで、その、まあ、やっぱ女性は女性なんで、もう普通の女性なんだっていうことが、まあ、なんかイメージできて、まあ、それでなんかビビるっていうことがまあなくなったんですね。まあ、なのでその魅力的な女性と話すときに、普段の自分が出せないなって思っている方は、ぜひどんな女性でも屁をこくっていうこと、まあ、このことを頭に入れて接するといいんじゃないかなと思います。ぜひ試してみてください。はい、ということで本日のまとめです。今はネット社会なので女性が男性をいくらでも選べる時代になっている。女性からリピートをもらう方法は、セックスを上達させる、マイナスを排除する、一緒に盛り上がる。相手が魅力的な女性で緊張しそうな時は、相手も普通の女性で屁をこくということを考える。今回は以上です。この動画が少しでも参考になったよという方は、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。